皆さん、おはようございます。マーティン。では、飲み屋空母へ、キングタカです。意外と知らない幕開き行事にいます。消防とかよくある火消し。これ、出染め式だそうです。消防関係のつく仕事です。市場関係、あと、初競ですね、初競これ、よく知ってありますね、はい。乗り染め、これ、大量船、これ、パレードをしたり、持ち棚を巻いたりするんです。年始まわり、三月日から松の内。松の内では、七古く人巡りが行われています。 人実のせっく、これね、七草がゆを食べる習慣だそうです。せり、夏だ、五行、運べら、ほろくざ、すずら、ふずしよ。小正月には、まあ、小豆がゆがおすすめです。これ、無を即剤を願うそうです。さらには、餅花、こういうのもあるそうですね。イカとサンマの小正月かざき、これいいですね。さぎちょうどんどん焼きという行事もあったり、あとは、20日正月、これ、1月20日にこれ、魚の頭、 骨を煮て食べる習慣があるそうです。というわけで。マ、え、ク、ー、意外と知らない幕開け教授でした。バイバイ。